浅間ゆきと申します。全国旅をしながらね、音楽で回っております。心に手を当てられる音楽をね、いろんなね経験をしてまして、心にそっと寄り添えるようなね、もうダメだっていう時は落ち込んだとかね、そんな時にですね思い出して、こう私がその場にいなくてもですね力づけできるような、そんな歌を届けたいなと思って全国各地回ってます。でそうまでしてね届けたい理由がね、2つ大きな理由があります。1つ目はですね、私自身がね、毎年ここでも喋ってますが、心の病気だった経験がありましたっていうね、10年以上前なんですけれども、その時にね、自分の力をもうなくなってしまって、いろんな人のことを、こう周りのことを優先にして、いつもね自分を犠牲にする癖を子供の時から身につけてしまってですね、自分らしく自分のままで生きれていませんでした。なのでどうしてもね、人間関係でもストレスを溜めやすくてね、気づいたら体がボロボロになるぐらいですね、自分のことを抑えて生きるようになってたと。そして2つ目の大きな理由はですね、私その原因だったね、母が心の病気の人だったんです。でその母とのね、こういろんな葛藤が、愛されたいけど許せないっていうね、いろんなねこう愛情もあったけど、ストレスもね、こうぶつけられるってこともあったので、でもその母をですねが昨年の春ね、乳がんで亡くなりまして、でその母を天国に、見送るにあたって、心から感謝の気持ちを伝えたいと、そう思った時にですね、母に抱えてた許せない気持ち、ね、寂しかった気持ち、いろんな気持ちをですね、もう向き合って、ちゃんと逃げずに、向き合って全部を許せて、本当にね最後こうつながり合えたなっていうね、そんな素晴らしい体験をね昨年させてもらいました。でそこで私が思ったことは、自分とかね母のようなこう自分を閉じこもるんじゃなくてね、もっともっとねこう世界を楽しむ、楽しんだもん勝ちだなって今ね思えるようになったんですけど、私のようにですね、何らかしらの理由でね、子供の時にちょっと傷つくような経験があって、自分自身を抑えてしまうような人が、そんな人がねこの世界でもっと自由に、自分らしく自分のままで生きて表現していいんだよって、そんなメッセージを届けたくて、この活動をしております。それでは、毎年このここでもこれを歌ってるんですけれども、そんなとこから大事な曲、誇りを持っていきましょうという歌をお聴きください。クリスマスね、聖夜でございますけれどもね、本当にお互いがこう許し合えるようなね、そんな優しい時間が私はクリスマスだと思っております。この歌は自分を許す、そんなようなテーマの歌です。誰か
がり愛を放った誰かの怒り触れるたびに悪者にしてきた自分誰かの憎しみ触れるたびに消えてしまう外して誇りを持って生きましょう私はここに生きていていいあなたもここに生きていていいんだ自分の価値誰かに預けないで誇りを持って生きましょう私の価値は私の私はここに生きていていいあなたの価値はあなたの中にあなたはここに生きていていいんだ気持ちいいね、こんな外にね大声で歌って普段こんなことやったらね警察呼ばれますからね今日はもう公共のねちゃんと許可を取ったまでですねしっかりとねこうね気持ちよくね歌わせていただいております、それではですね次のねちょびと1曲をやって、また答えしていきたいと思うんですけれどもね、キャンドルナイト本当に毎年ね呼んでいただきまして数話公演のね、交流館のね、一番最初に、私お世話になった方が元なんですね元館長水谷館長って方がね、おつなぎいただいてからですね本当にね四日市でもよくよくライブをさせていただいております、ぜひですね私毎月ね四日市他の地域が行けなくても四日市だけは毎月必ず来てるんですねそれぐらいすごく好きなところなんですけれどもよかったらねまたね無料ライブでしてることが多いのでねぜひ遊びに来ていただけたらなと思います